ルフィスト、1980年2月15日イは、カナダケベック州出身の女子プロレスラー。身長およそ160センチメートル、体重およそ64キログラム。得意技は、ダイビングヘッドバットや、オータニキックや、ジャーマンスープレックス、ルシファーや、プレシャスルーシーや、スーパーハードコアアニメなどの異名を携えつつ、コンバットゾーンレスリングや、シマーなどのプロレース団体を、 主戦場として活動している。ケベックの南西部に位置するソレルという町に生を受け、地元のプロレスラー養成所へと16歳の時に入所。そしてその翌年にあたる1997年の6月27日、全身黒ずくめのルシファーというギミックを持って、プロとしてのデビューを果たし、やがてこの年が後半に至った頃に、プロレスの仕事のためにモントリオールへと移住した。 それから、しばらくの間を、ルーシーファーという名で活動した後に、1999年から、プレシャスルーシーと名乗るようになり、同時に多大な流血を伴う、いわゆるハードコアの世界へとその身を投じ始めた。この時期には、ジャック・ルージョーの率いる団体で活動するなどし、有志鉄線、テーブル、はしご、画鋲、鎖、椅子などを用いたスーたのでスマッチを経験。 2000年には、米国のテネシー州へと赴いた上で、NWA のマットに参戦しもした。ファーストレディオブ、ハードコアという名を受けて、地元カナダのインディ団体を転戦した後、2003年の8月、エイタスへの参戦のために、サラデルレイと共に、日本へ、リングネームを、ルフィストと改めたのはこの時であった。日本での活動の傍らで、メキシコに遠征するなどしつつ、 秋野と吉田マリコの下で長きにわたって修行を積み、やがて2004年の5月に母国カナダへと帰還。それから2006年の半ば頃までカナダのインディ団体の数々を転戦した。2006年の4月に米国のコンバットゾーンレスリングのマットに初参戦そして早速2度目の参戦を果たした8月にはフィラデルフィアの ECW アリーナに開かれたその トラップドという大会において、男性レスラーのケビンスティーンを破り、CZW アイアンマン王座を獲得。そのケビンスティーンや、エルジェネリコラとカナディアンズというチームを組んだ上で、ジャスティス・ペイン、ニック・ゲージ、ラッカス、サビアンなどといった CZW のレスラーらとの交想を展開し、さらには、b ボーイや DJ ハイドを相手に、アイアンマン王座を防衛しつつ、 ジョン・ザンディグやロボと共に、金網デスマッチを戦うなどした。この年には、米国の女子プロレス団体シマーのマットに初、登場することにもなった。その前半期を通して様々なインディ団体のマットを、転戦した2007年にあっては、20世紀から続けられてきた、いわミッドサウスのデスマッチの祭典、キング・オブ・ザ・デスマッチの女性部門として、その前年に新設された。 クイーンオブザデスマッチへと初参戦。早速1回戦目で BB ウォールズとロキシー・コットンを相手に有志鉄線ロープと画描を用いたデスマッチを戦い、続けて2回戦目でストームを破り、引いては決勝にまで進出。そうして迎えた決勝戦では、その前年の覇者、すなわち初回の覇者たるミッキー・ナックルズを相手に有志鉄線ロープと蛍光灯等々を用いた、 デスマッチを観光し、やがてはこれに勝利を収め、初出場にしてついには優勝者の座を体感するに、至った。それからおおよそ2週間後には、黒い岡村隆ことサビアンの持つ CZW のジュニアヘビー級王座へと挑戦するも、これのダッシュは叶わずに終わった。2008年が開幕すると、早速、CZW のマットを舞台に、ミッキーナックルズと一戦を交え、 燃え盛るハンマーを用いたデスマッチを行い、これに勝利。そして5月に CZW のベストオブザベスト選手権へと初出場。準決勝での敗退という結果に終わりはしたものの、これはこの大会の歴史上初の女子プロレスラーの参戦であった。ルフィスト2009年そうして年の前半を終えると、7月頃からシマーのマットに、 本格的に参入し始め、早速レインと一戦交えた後に、チアリーダーメリッサを相手に戦い、駆動ドライバーに敗れ去る。やがてシマーでのち試合を終えて2009年を迎えると、リング・オブ・オーナーを舞台に、デイジー・ヘイズと一戦を交えた。5月になると、ミスシェフの持つシマーの王座に挑戦するも、敗退。9月には、地元カナダのモントリオールで、 チアリーダーメリッサとの試合を行い、これを制した、モントリオール在住、同郷の個人たるクリス・ベノアと応援ハートをはじめ、ジ・アンダーテイカー、北斗・アキラ、そして特に、ブル・ナカノのファンである。プロレス以外では、ホッケーと総合格闘技のファンであり、地元カナダのモントリオール・カナディアンズへの支持を表明しつつ、好きなホッケー選手として、ジョー・サキックとパトリック・クロワの名を挙げ、 好きな総合格闘家として、ジョルジュ・サンピエール、チャック・リデル、ランディク・トゥア、ジョシコス・チェック、マイケル・ビスピンの名を挙げている。好きな飲み物は、ダイエット・ペプシ、好きな食べ物は、寿司とメキシコ料理である。ありがとうございます。